マイクロンテクノロジは、アメリカ合衆国アイダホ州ボイス市に本社を置く、半導体製造の多国籍企業である。なお、ナスダックで上場されている同社の株式は、ナスダック100指数の銘柄の一つにもなっている。クルーシャルブランドのエンドユーザー向け SSD マイクロンテクノロジは、1978年10月23日に、デニス・ウィルソンとダグ・ピットマンとジョー・パーキンソンの3人のエンジニア及び弁護士であったウォード・パーキンソンにより、モステック向けの半導体製品の設計会社として、アメリカ合衆国アイダホ州ボイス市の西部にあった、市会議員の建物の地下室にて創業された。現在では、同社はコンピューターにおける、主記憶、ストレージ用の各種半導体メモリを開発、製造、販売している。ただし、エンドユーザー向けの製品は、クルーシャルテクノロジやバリスティクスゲーミングのブランドで製造、販売されている。なお、同社は2012年から毎年連続でトップ100グローバルイノベーターに選ばれ、研究開発では2014年時点で世界第8位と多額の投資を行っている。同社はガートナーから発表された2014年の半導体メーカー売上高ランキングでは、垂直統合型デバイスメーカーとしては、世界第4位の市場シェアを持つ。また、インテルと共同設立したIMフラッシュテクノロジーズが、フラッシュメモリの製造を行っている。さらに、口セミコンダクターの買収で、すでに DRAM の開発研究拠点を築いていた日本で、さらに LPDA メモリを買収したことで、メインフレームワークステーション PC などの汎用 DRAM の他に、モバイル用の DRAM もラインナップに加わった。日本国内に登記されているマイクロンテクノロジーの子会社は2系統存在する。神戸製鋼所とテキサスインストゥルメンツからの流れを組むマイクロンジャパン日本電機と日立製作所及び三菱電機からの流れを組むマイクロンメモリジャパン2015年7月28日にマイクロンテクノロジはインテルと共同で新型の半導体メモリとして 3D ザポイントを発表した。両社によれば以下のような特徴を有しているとしている。2019年現在に至るまで両社はメモリセルの詳細は公表してないが外部企業による調査の結果愛変化メモリであることが明らかになっている。インテルからオプテインとして商品化された一方でマイクロンからはQuantX というブランド名は発表されたものの2019年8月時点まで発売されていない。ありがとうございます。